中年オタッキーです。ここのとこね、ニコン F4 の登場が多くなっておりますが、今回もね、ニコン F4 が登場するんですね。で、今回はね、レンズ。このレンズね、カールツアイスイエナ、DDR、MC フレクトゴン4-50、50mmF4 なんですけど、これ東ドイツのね、カールツアイスのレンズなんですね。まあ、ペンタコンっていうね、でっかい一眼レフカメラ、中盤用のね、レンズなんですけどね。まあ、中盤用のレンズなんですが、マウントアダプターを介していろんなカメラに使えるということで、結構いろんなマウントアダプターが出てみたいです。ソニー A マウント、ソニー E マウント、EF マウントもあるかな。で、これはニコン F マウントとかですけど、まあ、いろんなアダプターがあるので、まあ、使えるということでね、これカメラの北村さんね、カメラ北村ナルト店で、これ絞りが動かないということで、5000円で売ってたんですよ。通常はもっと高いです。お店で買うとね、3、4万します。それが5000円で買えるということでね、飛びついて買ってきたんですけど、まあ、絞り直せなかったんですね。直せないで、動くことは動くんですけど、すぐ動かなくなるんですよ。直してもね。で、まあ、諦めても開放で撮るかっていうことになったんですね。で、今回は、まあ、以前ね、モノクロで撮影して、まあまあのね、映像になり、画像になりましたんで、今回は、富士クロームベルビア100、リバーサルフィルムでね、撮ってまいりました。まあ、リバーサルフィルムで撮るということでね、露出制御がね、いい、この F4 を選んだわけですね。F マウントアダプターで。で、フォーカスエイドも使えますし、使いやすいということで、このカメラで撮ってまいりました。作品等を紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用するこのレンズね、まあ、開放でしか使えない状態なんですが、カールツアイスイエナ、DDR、MC フレクトゴン、50mm の F4 なんですけど、まあ、MC って書いてあるとこからもわかるようにね、マルチコートなんですね。で、非常にね、特徴的なレンズ構成で、これ何枚玉かちょっとわかんないんですけど、一番真ん中の玉がね、もう球形になってるんですね。まあ、もう丸い感じに見えます。ここから見る感じね。個性はわからないんですが、まあ、中盤カメラ用ということで、でかくて重たいんですけど、これね、通販サイトでね、もうこれ売り切れになっちゃってるんですが、レンズを解説してるのをちょっと読み上げますね。旧東ドイツツアイスが供給したペンタコン6用の広角レンズです。M42K フレクトゴン 20mm や 35mm と同様、解像度とコントラストのバランスに優れ、色のりや、湾曲収差補正、ボケ味いずれをとっても文句の付けようのない名玉です。というふうに解説されておりますね。このサイトではね、39,960円になってますが、もう売れちゃってないですね。で、ヤフオクでね、さっき見てみたんですが、15,000円ぐらいで、ゼブラカラー、1960年代に製造されたゼブラカラーのものがね、売ってました。15,000円で即決でね、売ってましたんでね、結構ね、まあ、入手はしやすいかもしれません。お店で買うと高いけど、ヤフオクで、まあ、あればですけどね、それ1本しかなかったですけど、で、今回このニコン F4 で撮ってきました。ニコン F4 を選んだ理由っていうのは、まあ、まずそのマウント、レンズ重たいマウントなんで、マウントが結構比較的強い、フラッグシップ機ということ。で、ピント合わせね、フォーカスエイドが使える。で、絞り込み、絞り AE が使える。まあ、いろんな意味でね、このカメラがいいんじゃないかというもんね。まあ、これ結構似合ってますよね。中盤用のレンズなのにね、大きさ的にバランスが取れているっていうのが面白いですね。でね、フィルムはね、富士クロームベルビア100なんですけど、これ実は2ヶ月ほど期限が切れてたんですが、まあ、2ヶ月ぐらいだったら全然問題の影響しないということで、ね、もう遠慮なく使ってきました。現像代が上がってましてね、送料がいったんで、送料込みで1600円ぐらいでしたかね。カメラの北島さんで、富士カラーの、純正仕上げの現像で今回仕上げてきました。結構ね、いい色が出たんですがね、このレンズのね、弱点も出たんですけど、まあ、弱点も出たんですけど、その弱点がプラスになってるぞっていうね、ものすごくね、大きいプラスになってるぞっていう映像もありますね。で、ここからは作例になっていくんですけど、枚数はちょっと少ないですが、まあ、カラー写真最近ね、あんま撮ってないんで、
カラー写真が苦手になりつつあります。な、モノクロの方がね、被写体選ばないんでね、撮りやすいんですよね。僕としてはね、光をね、ちゃんと作ればね、モノクロの方が楽に撮れるんで、カラーはどうしても色、しっかり色が出てる写真をね、狙わなきゃいけないんで、ちょっと難しい部分があって苦手になってるんですが、まあ、今回頑張って撮ってまいりましたので、ここからは作例になってまいります。作例でございます。まあ見ていただければもうわかりますかね。もう素晴らしい色のノリです。今回ちょっと枚数が少ないということでちょっと長めの時間ねなってます。でね、絞りが開放なんでね、ちょっと絵は甘くなってしまいますね。どうしても、まあ、ここは、しょうがないですが、まあご覧の通りね、もう赤の色の発色、素晴らしいものになっておりましてね、青の空のね発色、黄色もね素晴らしいものになってます。ボケがまたね素晴らしいいいボケですね。これ F4 ということで、まあ、開放でね、ほどほどのボケになるんです。50ミリで、ほどほどボケになるんですけどもね、それにしても美しい。開放でこんなに美しいボケてんのは、なかなか素晴らしいレンズだと思いますね。解像感もね、まあ、そこそこ出てます。開放でこれだけ出れば、まあ、満足なんじゃないでしょうか。でね、強い光を入れた場合、こうなるんですが、フレアが出るんですが、これよく見ると、虹が出てます。はい、この写真もそうです。虹が出てますね、見事にね。この次の写真なんかもうはっきり虹状のフレア、ゴーストが広がっております。このレンズなかなかね、面白いボケ、いいボケで面白いフレア出せる。強い光には弱いんですけどね、これもね、この写真もそうですが、右上の方に反射光が反射したのがねわって広がってますけど、とにかく強い光には弱いですが、それを気をつけるというか逆に利用するとか、まあそういう、使い方をしたらね、かなり面白い写真が、撮れるレンズになってくると思いますね。でね、よいしょ。まあデジタルで撮っても、まあ、アナログで撮ってもいいんですけど、フィルムで撮ってもいいんですけども、まあ、マウントアダプターがね販売されて、これはね、K&F コネクトかコンセプトか、のマウントアダプターついてます。もともとはね、そのいいよ、よっと、このキャノン FD マウントと同じね、なんだったっけ、スピゴットマウント、スピゴットマウントになってるんですけどね、中盤レンズはねスピゴットマウントが多いです。重たいレンズにね有利なんですね、スピゴットマウントの方がね。でまあこんな感じで、本当の大きさはこれです。で F マウントにつけるとなると、まあこうなるんですが、あ、めんどくさい、もうつけでね、もう非常に重たいです。すごく重たいですし、使うのには注意が必要です。なぜかというとね、これ見たらわかるんですけど、もうレンズがね、でかくてね、もう表まで出てきてるんで、レンズをね、傷つけやすいです。傷ついてるレンズも多分多いと思います。ここは注意が必要だと思いますね。で、僕のはね、絞りがね、動かなくなってるんですね。これがね、もう開放から動かなくなっちゃってるんですが、直せる人は直せるんじゃないかなと思いますね。他にね、絞りが動かなくなってるっていうね、あのレンズを見てないんで、まあ、なんとも言えないとこなんですけどもね、まあこいつは動かないです。まあ絞りが動かなくてもね、開放で撮っても結構、いい写りになってるんで、まあ開放で撮っ、特に開放一点主義っていう人にとってはまあいい感じなんじゃないでしょうか。オークションとかね、その販売品を見る限りでは絞りが動かないっていうものは稀みたいですね。で、まあ、インターネットオークションだと15,000円ぐらいでね、入手できるんで、販売していればですけどね、使ってみたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、絞り、ね、マウントアダプターを介して使うと、どうしてもね、絞りがね、不自由になってくる部分はまあ、あるんですけどもね、そこはもう我慢して使うしかないんですが、おすすめはね、やっぱりフォーカス精度が使える、もしくは、デジタルのね、ミラーレスのデジタルで、ピント合わせをね、補助する、機能がついているカメラで使うのがいいと思います。まあ、できればね、フィルムの方がいいと思いますが、このゴーストフレアが果たしてデジタルで普通に出るかどうかちょっと試しておりませんので、足からずということになりますね。はい、今日はね、東ドイツのカールツアイス、カールツアイスイエナ。フレクト、MC フレクトゴン 50mmF4 っていうレンズのね、紹介でした。非常に良い写りだと思いますね。これをね、5000円で入手できたのは、なかなか幸運だったんじゃないかなと思いますね。ちょっと5000円ではね、なかなか、まあ、絞りが動かないとはいえね、
ハイライトです。で、絞りが動かなくても開放で、初めから開放で撮るっていう頭で、F4 なんでね、開放でもね、そこそこの絵にはなるんで、まあいいんじゃないかなっていう感じ、になってまいりますね。はい、久しぶりにね、リバーサルフィルム、使いましたがね、もう現像代がね、とにかくどこでも上がってます。1500、600円ね、かけて1本現像することになりますし、現像も2週間ぐらいかかっちゃうんですね。昔はね、プロラボとか近くにあったら、その日に現像とかも、まあ、できたんですけど、まあ、フィルム写真がね、衰退していってるということで、ここは難しくなっておりますが、まだまだリバーサルフィルム入手することが可能ですのでね、こういったね、発色の豊かなレンズ、まあ、ミノルタのね、ロックオールとかもそうですけど、発色の豊かなレンズでね、リバーサルフィルムのね、醍醐味をね、味わうのはいいと思います。で、どうしてもね、撮影に時間がかかって、現像にも時間がかかるんで、今回夏の写真ばっかりになってしまいましたが、チャンスがあればね、秋とか冬の写真も撮りたいですね、これね。まあ、今年の、秋は、F3 とかで撮る予定なんでね、ちょっと今年の春、秋は使わない予定にはなっております。はい、今日の動画はこんな感じですね。まあ、ここから先はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日はトップバッター、カンカンフォトさんですね。こんばんは。いつも夫婦揃って動画楽しんでいます。またまた作品投稿させていただきます。前回は夫婦揃って同じ回で作品紹介があり、おたけさんは主人と私のツイッターアカウントだけで夫婦の認識できることを知り驚きました。いや、もうわかりますよ。今後もおたけさんの動画を参考に写真の構図やカメラのことを学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ですね。1枚目、凛々しい私は女の子。カメラキャノン A1。フィルムロモグラフィーカラーネガティブ100。2枚目は10まで届け2、秋、コスモスですね。キャノンオートボイルナ、コダックカラープラス200でですね。我が家の愛犬はカメラを向けられることに慣れているので、正面から撮影した写真はたくさんありますが、今回は横顔を狙ってパシャ。いつも真上から、正面から見ているコスモスを下から見上げて撮ってみました。花びらの透け感が好きな一枚なのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。写真なんですけどもね。これね、もうワンちゃんのね、僕実は犬めちゃくちゃ好きなんですけどね。何か期待しているこの顔。非常によろしいですが、若干被写体ブレしてるのかな。これ多分被写体ブレなんじゃないかな。まあこれ難しいです。もうちょっと速いスピードで切りたかったとこかな。で2枚目なんですけどね、これは本当にいい写真になってます。これね、下から見上げた感じになるんですけどね、被写体っていうのは基本的にね、自分の立ったままで普通に撮るとね、平凡な写真になることが多いんですね。なぜかというと、みんなその角度から撮るからです。だからね、いろんな角度から撮ると、こうね、試してね、なんかいい角度ないかなって試しながら撮るっていうのはね、ほんと基本中の基本なんですけどもね、バッチリ分かっておられると思いますね。なかなかいい作品になってます。はい、カンカンフォトさんありがとうございます。ね、次はね、ファーストインパクトペプさんですね。中年おたけさんもいつも楽しく拝見させていただいております。さあ、ファーストインパクトペプです。作品投稿させていただきます。先日思いがけない臨時収入があり、以前から欲しいと思っていたペンタックス672をフルセットで買ってしまいました。やるなぁ。中盤カメラは初めてではないのですが、6x7 のフォーマットは初めてで、レンズも 35mm 版とはだいぶ勝手が違って戸惑いました。1枚目は SMC ペンタックス67105mmF2.4、35mm 換算 52.5mmF1.2 ぐらい。フィルムはコダックポートラ400、秋葉原のソフビ写真屋さんで、ソフビ人形屋さんでごめんなさい。2枚目は SMC ペンタックス67 55mmF4、 35mm 換算 27.5mmF3 ぐらい。フィルムは富士フィルム PN160、近所のもみじ。3枚目は SMC ペンタックス67 55mmF4、 フィルムはコダックポートラ400、渋谷の複合商業施設光、すべてカラーネガの自家限度。自分は 35mm 版の焦点距離 35mm が慣れているのですが、 6x7 だと 28mm ぐらいがちょうどいい感じでした。解像感はものすごく高くて、人物撮影すると毛穴や小さなシワも映ります。被写界深度もめちゃくちゃ浅くて少し慣れが必要な感じですが、これからモノクロリバーサルを使ってペンタックス
録なのを楽しみたいと思います。正直な感想、この絵写真、このカメラやばいっていうことなんですけどね、作品いきますね。とにかくね、被写界深度は浅いんですよ。結構絞んないとね、もうボケボケの写真になってしまうんですが、でもね、まあ、ピントのピークが来たところ、フォーカスピークけど、すごいピントになってるんですね、解像感。この写真もそうですが、この写真はね、もうちょっと絞りたかったっていう写真なんですね。まあ、被写界深度がどうしても浅いので、絞ったぐらいがちょうどいい。僕は大体、もう、中盤で撮るときは F8、固定ぐらい、もうどっちか言ったら11ぐらいまで絞りたいっていうところなんですけどね。で、3枚目なんですけどね、3枚目はね、結構綺麗。これ結構絞ってるんじゃないかな。うん。内側の窓が映り込んでるのは、まあ、しょうがないとしても、なんかなんていうんですか、銀河鉄道39のメガロポリスみたいな場所で撮ってますね。これね、光絵っていうんですかね、副業消防室。自分から渋谷の複合商業施設なんですね。まあ、行ったことがないのは当然ですが、東京ほとんど行ったことがない。通ったことはいくらでもあるんですけどね。はい、ファーストインパクトのヘプさん、ありがとうございます。次はね、ギブソンさんですね。お疲れ様です。今回は2枚投稿させていただきます。1枚目タイトルは、海を望む。2枚目は、逆光の釣り人です。使用カメラ、ペンタクス LX。レンズは FA43mmF1.9 リミテッド。使用フィルムはコダックゴールド200。1枚目は、一応、顔がわからないように塗りつぶし加工してあります。おたきさんの影響で最近またモノクロフィルム自画現像再開しました。前の現像データが見つからなくて、また1からデータ取り直しですが、楽しみたいと思います。ということですね。作品なんですけどもね、これね、結構お店の中で撮るっていうね、僕、これも、この結構好きなシチュエーションですけどね、ちょっと、平行、向こう側の地面に平行で出てるのか、これ。まあ、光としてはいい感じですね。で、2枚目なんですけどね、これがね、ちょっと露出オーバーではあるんですがね、これがね、逆にいい感じになっておりますね。これカメラのね、指示通りにすると、露出アンダーになってしまって、多分被写体、手前の被写体は潰れてしまうと思うんですけども、これ、まあ、中途半端かな。手前をもっと潰して奥を露出を、正常に露出を持っていってもよかったかもしれないですが、まあ、美しい写真にはなっておりますね。はい、作品投稿ありがとうございます。でね、現像データですけどね、僕はね、基本的に富士フィルムの現像データをベースにしております。ネオパン SS 現像時間とか、ネオパン400現像時間でね、出すとね、表が出てくるんで、僕はそれをベースに作ってますね。だいたい標準時間、ネオパン SS のね、データで D76 か、なんだっけ、スーパープロドールの現像時間で大体合うと思いますね。ほとんどの、写真、フィルムの現像ができると思ってます。はい、ギブソンさん、ありがとうございます。次がね、ヤマタクさんですね。ようやく秋らしくなってきましたね。コロナも明けて出かけやすくなりました。お疲れ様です、ヤマタクです。今回は遠出した時の写真を投稿します。タイトル、朝の富士、ペンタックススーパー A、レンズ SMC ペンタックス A50mmF1.4。フィルムがコダックカラープラス200。日の出前の富士川サービスエリアから、富士川サービスエリアですね。小さい富士山の富士山尽くし、綺麗でしたということですね。僕もね、ここね、すごくよく行くんですがね、これは、上り車線ですね。上り側から撮っておられますが、これ非常に美しい。これ朝方の写真、結構早い時間の写真になるんじゃないかな。で、2枚目ですけどね、2枚目ね、サービスエリアの一番端っこまで行くとね、富士川がね、綺麗にね、映る、富士川越しの富士山が狙えるんですけどもね、この日はちょっとガスってて富士山霞んでおりますが、まあいい作品にはなってるんじゃないかなと思いますね。はい、山崎さんありがとうございます。で、最後はね、ゆこさん、これ初投稿ですね。女の子ですね。女性です。タッキーさん、はじめまして。ゆこです。いつも楽しく YouTube 拝見させてもらってます。今年の4月にフィルムカメラデビューしました。カメラのことなんて何も分かってなくて、ひたすらシャッターを押してるだけって感じですが、初投稿させていただきました。埼玉の秩父にある宝登山神社で撮影した写真です。タイトル、やったね大吉と、おみくじかけどころ。使用カメラ、ペンタックス ME、レンズは SMC ペンタックス M50mmF1.7。フィルムはコダックゴールド200です。よろしくお願いしますということで、作品なんですけどね、これね、女性ってなんでこういう写真撮れるんですかね。これね、タカムチャンネルのタカムさんもそうなんですけどね、これ自分でそのおみくじのね、センスを、広げて、で
そのペンタックスのねレンズのボケの美しいこともあって非常に良い写真になっておりますね。で2枚目なんですけど、2枚目はねちょっとブレてる感じかな、ちょっとはっきりはわからないんですが、ピントのピークがちょっと浅すぎてもうちょっと絞っても良かったかもしれないですけども、まあ比較的いい感じになっておりますね。でね、この1枚目の写真非常に印象的になっております。この写真タイトル画面に、させていただこうと思います。ゆうこさんまた投稿してくださいね、よろしくお願いします。というわけでね、今日はね実はねこれでおしまいです。他のコーナーに投稿がありませんでした。カメラで俺のカメラのコーナー、やったやっちまったのコーナー、教えてオタッキーのコーナー、まあ、他のコーナーもね、うちの近所のカメラ屋さんコーナーとか写真屋さんコーナーとか、まあ、いろいろありますがね、ぜひ投稿していただければもう即採用になってますんでね。で投稿の方はね、作品投稿の方はちょっと立て込んでおりますが、まあ来週中には全部履けるぐらいの、ベースになっております。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。このねニコン F4 にね、今回は中盤レンズつけて、ペンタコンのね、カメラもね売ってたんですけど壊れてたんで、もう直す自信がなかったんで、ね、さすがに舶来のカメラまで直す自信がないんで、まあ今回はレンズだけ、まあ、買ってきたんですけどね、このレンズ非常にね、印象的な、描写できることが分かって本当に満足しております。で次回の動画なんですが、今ちょっとここにカメラないんですけどね、APS カメラでねちょっと作品写真撮ってきたんですよ。で期限切れのフィルムでね、あんまりいい作品にはなってないんですが、APS カメラのフィルムがねもう復活してほしいということでね、動画を作らせていただこうと思います。そんなわけで次回は APS カメラ、なんだったっけ、あんなカメラの名前忘れちゃったよ。そんなわけで次の動画、までまたお待ちくださいませ。今日の動画ここで終わりになります。高評価コメント、どしどしお願いしますね。高評価はねポチッと押すだけなんで、もポチッと押していた今すぐポチッと押していただければと思います。コメントの方ね、まあ、全然追いついておりますが頑張って全部、コメント返信してまいりますので、ぜひともコメントよろしくです。チャンネル登録の方なんですけどね、順調に増えていっております。月90名から100名のペースで増えていっております。このままだとね、今年の年末には間に合わないか、来年の頭ぐらいにはね5000名を突破していくと。で5000名突破記念にはね、カメラのプレゼント、キャノン A1 をプレゼント1台プレゼントいたしますのでね、ぜひともチャンネル登録してない方チャンネル登録してお待ちください。はい、そんなわけで今日の動画終わっていきます。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。